アルバイオスフィア、元モントリオール万博アメリカ間、ジオデシックドームは、たまに近い正多面体である正十二面体内視正二十面体、あるいは半正多面体の切り板だけ二十面体を、さらに対称性をできるだけ持たせながら、正三角形に近い三角形で再分割し、球面を、その即地線内視即地線を禁止する線分の、集まりで構成したドーム、特に、 そのような構造を均質な構造材を多数並べることによって組み上げたドーム状構造物である。ジオデシックを訳して即地線ドーム、考案者の中からフラードームとも呼ばれる。バックミンスターフラーによって1947年に考案された。似たような構造で作られたドームはそれ以前にもいくつかあるが、フラーは線分で構成することを考案し、特許が認められた。 しかし、今日では一般に、その他の構造のものも指して、ジオデシックドームとされている。フラー自身、曲線でも実験している。建築物として残っている、最も古いものは、1953年に、フォードモーターが創立50年記念に建築した、ロトンダドームである。1967年のモントリオール、万国博覧会のアメリカ館などが有名である。 1970年代以降、個人レベルで木造三角パネルやフレームを組み合わせて数多くが建てられた。しかし、個人レベルでは思考が難しく雨漏りが発生しやすい。富士山レーダードーム館へ移設された富士山レーダーのレードームどちらがたまに近いかは見方により変わる。ありがとうございます。